玉木夏美役を演じます大賀谷めぐみです。畑チームの玉木夏美役浅井千鶴代です。玉木夏美は主人公の女の子が引っ越してきた先のお隣の奥さんです。ずっと逃げてきている過去があって、まあ、その部分に向かい合えなかった弱さを抱えている人、まあ、そんな人なんだけど、この地でもみろうという優しい旦那さんに出会って、まあ、その人のおかげで明るく過ごせてるのかなっていう感じです。まあ、やっぱり一番好きだなって思うのは、いつも楽しそうでいるところ、笑顔なところですね。でもみんなを明るくしてくれるような、そういう、私もどちらかって言ったらそのあまり明るい方ではないので、普段がだからすごくそういう周りを明るくしてくれる人っていうのはすごく憧れるし、なんか やっててこっちもなんか演じてる自分もすごく明るくなれるって、そういう気がしますね。この作品の中では一番似てる、自分と似てるキャラだなって思います。前回私は早苗さんっていう役だったんですけど、彼女の方が芯のある強い人、私的には夏目さんの方がどっちかというと、まあ、夢見がちな感じがするんですよね。だから頭の中でこうだったらいいのにな、良かったのになって思いながら向き合えずに来ちゃった人だから、私も夢見がちなので気持ちはわかるな。好きなシーンも全部好きなんですけど、あの凛子ちゃんと2人で料理作ってるシーンがあるんですけど、そこが特に好きですね。本当に何気ない日常なんですけど、夏美にとってはそれがすごくあの大切な瞬間で、何気ないおしゃべりでもそれがね、なんかすごく自分がその夏美のことを台本最後まで読んで分かっているからこそ、すごく尊いシーンだなって思います。半数以上のその人物がなかなかの不器用さんが多いっていうイメージなので、うん、だからすごく相手のことを大切に思っているからこそ言えない言葉ってあると思うんですね。野菜キッチンを通でそういう瞬間とかシーンがすごく多くて、でも言葉にできないからこそ、だからこそ座組の皆さんで言葉にできないその以外のそのシーンもお客さんに見せていけたらなって思うんですね。第一に伝えるんだったらもう不器用な家族の物語ですかね。でも難しいですね。本当に。ああ、見てほしいところか、まあ、ダブルキャストの違いはもうもちろんなんですけど、今までのダブルキャストって社長の演出ってその人の良いところを伸ばしていってくれるっていう演出をつけるから、同じ役でも役者によって見え方が全然違うっていうところは今までもよくあったんですけど、今回は作品を通してその作品自体の演出が結構違うので、今までのダブルキャスト、まあ劇団は2社はよくあることなんですけども、ちょっとまた違ったダブルキャストが見れると思います。本当に一つの作品だけど、なんか本当に二つの味をまたより濃く楽しめる、そんな感じになってると思うので、まあ、今回こそ絶対にダブルキャスト両方見てほしいなって思います。